とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。前日、前々日とショートカット動画出していきました。なんと、もう一箇所見つかったんだよね。これ、シーズン5マジでやばいね。今回のショートカットを使うと10分以内で確実にクリアできるんで、すっごい周回がはかどります。いい装備出まくりだね。ということで、今日のショートカット場所行ってみましょう。ここはやばいよ。到着しました。なんと6階です。昨日が8階、その前が14階でショートカットをしたんだけども、今回は6階です。なんとこんなすぐ行けるなんて、コメントをいただきましてありがとうございます。行き方だけども、こう行きます。こう、わかった。もう戻れないか。まあ、今のをちょっと見返してください。入り口入ってすぐのところの柵を登って、ここの上に到着することができます。で、あとは、ここを通って、向こうに進むだけ。極力、壁沿いに行った方が安全だと思います。まあ、一応、敵が出てきたことは、今までないんだけども、一応ね、安全に行った方がいいと思います。端っこの方を通って、やってみてください。6階。まさかこんなことになるなんて。もう周回がはかどって仕方ないね。で、こっからもう敵は出てこないので、30階まで速攻で行くことができます。で、途中で、何回だったっけ ?3 回ぐらいの報酬で、今回ちょっと取ってきてないんだけども、ブーツが出んのよ。ブーツを取ってきた方がいいです。その方が、動きが速くなるので攻略が、高速で進むことができます。ブーツは取っておいて損はないですね。はい、ということで、まさかの6階からのショートカット、こんな簡単なことがあっていいのか。あ、ここでもブーツがありましたね。うん、まあまあできれば3回か4回ぐらいでブーツを持っていった方がいいです。うん、まあダブルブーツでもいいかもしんないね。ダブルブーツだったらさらに速くなると思います。はい、やってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。